神聖カイゼルハルドは全知全能の神と神の代弁者ナートガルを中心とする神器教会によって治められていた。神と教会に奉仕する自由臣民が暮らす理想郷として知られていたが、その繁栄は少数民族光の民への弾圧と彼らの肉体から抽出されるソウルと呼ばれるエネルギーによって支えられたものだった。しかし長きにわたる圧政により光の民の人口は減少の一途をたどっていた。新世暦740年、光の民の青年らはソウルトリガーを名乗り、教会に公然と反旗を翻した。彼らはソウルを自在に操り、町を駆け抜け、カイゼルハルドに混乱をもたらした。やがて790年、人民諸君、喜ぶがいい。我々から空母を奪った無法者ども、ソウルトリガーを自称する愚かさゆえに危険な集団、その指導者である悪の中枢ワイル、この悪名轟く男を俺はこの手で殺した。それだけではない。諸君にぜひとも紹介したい者がいる。見るがいい。この者たちはカイゼルハルドの守護空母ロシクリルを破壊した。神器教会に反逆するソウルトリガーのクズどもである。本来なら極刑に処するところだが、神は慈悲深い。この者たちのソウルさえ救おうとおっしゃるのだ。臣民たち、共にこの罪深きソウルを清め、神に捧げようではないか。グスタフ、急いで処刑が始まるよ。おう、よし。ファレル、準備いいぞ。準備完了。そっちはソフィ。ドネイ、落ち着け。変わってもいいぞ。いや、俺がいる。そうか。準備完了。今だ、ソウルを解放しろ。シリル、何する気？危険だ、早く手放せ。シリル、バカなことしないでよ。ナハトガル様、お早く。こっち。世話をかけたな。ほんと。それじゃあ俺たちは南側から拠点へ戻る。イーストバーンは？ファレルたちを追っているようだ。うまく巻いてくれるといいが。そうか。
よし、ソフィーたちと合流だ。